男気コンピューターが出したのは全然正しい計算しなさそう。無駄にしちゃいけないね。さあどうなんですか。どうなんですか。師匠騒がってる騒がってる騒がってる。俺の男気コンピューターは松本さんブラフっすね。それおおいおいブラフじゃない。キングキングキングブラフじゃない。ゴリゴリあキングこれはないわ。これ被害者の会です。被害者の会。ザコいるな一人。呼ばれることはないですね。多分。また。チビ。M E が対決。チビベッド。降りると思ったか。おお。降りると思った。デカベッド。これかな。また。また最初に勝負してる。めっちゃ痛。中川さん大丈夫？降りて降りてもいいよ。無理せんでもええ。だってこれ感染することになるぜ。まあまあオールって言ったら絶対コールされるから、これはもう今確率渋川ロボがコンピューターで弾き出してるから。脳内コンピューター、このアプリが多分弾き出してくれてるよ。もう多分絶対多分弾き出てる。いや俺見てないから。書いてるのがおすすめっす。おすすめ出てないな。コンピューターもショートしてるようだ。あもう先生、トップ取り先生、トップ取り先生、トップ先生はね、押せって言ってるけど、ラスカイヒ先生が、ラスカイ先生、ラスカイ先生、ダメだよ、シカワ君って言ってる。これダメだ、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 合わない、割に合わない。スリーカード、スリーカードマン。どうする？コンピュータ、渋川コンピューター弾いてる。コンピューターが弾き出したそうじゃ、2200。男気コンピューターが出したのは。これが俺全然正しい計算しなさそう。俺の男気コンピューターが叩き出した結論はこれだ。一切正しい数字出さないの。確かに男気コンピューターもうバグってそうだもんな。ちょっと感情論完全に。おおでも男気コンピューターがえまあ悪くない悪くない。いや男気コンピューターも常に動いてるとパンクしちゃうから。なるほど。そうそう、ここぞという時に聞くの、俺の中の男気に。それコンピューターじゃないよね、たぶん。あ、まあ、俺のゴーストっすね、もう。ただの心。ただの気概だよね。そうっす。あるか、みたいな。そうっす。ちょっとなんかね、もう。レイズ？レイズ？負けねえ！ドン！あれ？レイズ？レイズ？で、いや、めちゃくちゃちっちゃいレイズって。あれ、走り出した、走り出した。ボールに入りました。あれ、あれ、あれ？アネルちゃん、ラス見たくない？あー、大変だ、大変だ。ちょっとやばいよ、そんなの入ってんの？笑ってあげるね。マジ？やばいって。やばい、やばい。やばい。なに？あ、でも、ちょっと待って。ちょっと待ってください。待ってください。うわ！嘘でしょ。嘘だろ。ナイスファイト、ナイスファイト。やば。あれ？なんで俺が一番ないんだ。みんなエース持ってた。おかしくね？ナイスファイト。超えた結果です。意味わからんしマジで。ゴールドにおすすめで。うお行く。まあまあまあ。うわ。おかわり。よいしょ。キムカワプロ。ごめんなさい。謝ってる。すみませんでした。いやごめんなさいなんだけど、これはもうその不利な戦いを挑むかどうかってことだよな。まあまあ、男に見せてやれば M リーグ。いや男でしょ。もう肩の強さ見せるか。これ。持ってけ。渋川ロボは。ロボ。投げられた。いや多分そんな不利じゃないだろう。どうだ。めちゃくちゃ無理。まだわかんない。まだわかんない。やめて。まだわかんない。渋川ロボー壊れちゃった。渋川ロボの計算バグりすぎだろ。でも手役できた時のね、快感はすごい。男気コンピューターが。男コンピューターこれしろって言うんすよね、毎回。またコンピューターが。あっ強いね。おい。でも野球条件いやっしゃー。オッケー、ナイス男気。あ、スプレッドもあったんだ、ハネルドの。ナイストギー。メイク来た、いよいよ来たか。確かに、1か6位の。いよいよ来るか。ホール。ホールが入る的。あ、オールインだ。カウンター。終わらせてやろう。おっ、うわぁ。うわぁ、これはいいよ。これは
これは強い。これはきつすぎる。これは強い。よし。強い。おお。これはね。リオだ気やす。男気コンピューターが。メイカさんも超お金持ちじゃん。あれ？大富豪だ。土地勘で合わせてコンピューターってかシンプルに強い手が入ってるだけねえ。でもナイスリンプインだったね。ねえナイスだったね。つまり誰でも穴を打ってこわーい。やろうぜ千葉クロナ。そんなん持っててもしゃあないだろ。しゃあないしゃあない。どっちが勝つか勝負しようぜ。だっていいじゃろ。ほぼ7残ってる。7残ってる。あー7残ってる。あっきゃー。だってちょっと待って、何勝ったのよ。ちょっとなんですか。なんですか。すごい。あらー、負けるんや。それはなんですか。素晴らしい。負けるんや。これきついね。師匠負けるよじゃあ。それで頑張んな。お、流れを感じた。もう。うわ、風が。余裕コール。風吹いてる確実に。いい勝負だ。ビュンビュン来てるよ。どうぞ。俺。あ、キューだ。これは。おえー、すごい。ちょっと風吹きすぎでしょ。ガレバーマジで君か。これはひどいだろ。これはオールインです。あ、また来た。なるほど。安いからね。もう安いから。安いよ安いよ。試合終わらせましょうよ。あー、オールイン。いや、なんか無駄にしちゃいけないね。いや、これはどうなんですか。どうなんですか。師匠、騒がってる騒がってる騒がってる。なんなのこの人、騒がってる。師匠、3で勝った。あんなよ、やばい。3で勝った。やばいな、風だな、これ。いや、風だなよ、これ。これが風なんだな。やばい、ホールインパーマ離される。やばい、やばい、やばい、無理無理無理。始まった、始まった。やばい、始まったよ。やばい、これ見たぞ、見た。さっき見た。見たやつ見たやつ。師匠の風が収まるまでは止まらないやつ。風が。コールとかどうですか。コール。やるよ。増えた。やばいやばい。じゃんじゃん行ける。マリマリ。マリタイ。ああ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 。だったところやばい。ああああ。ただこれは。わからせか。わからせか。これは。これは終わった。これはさすがにドキリ。さすが。わからせ。騙されましたね。頑張った。お納めくださいなのじゃ。マジで。ガバガバオールインしてたからな。俺じゃない。オールインされる側の気持ち。誰が噛み締めねー。カウンターパンチだ。やばい。形勢逆転。オールインだよ。いや、ちょっとここは。押された。そっか、形勢逆転だ。風が止んでしまった。風がやんだ。ああ、おとなしくなっちゃったでしょ。風やんだな。おとなしくなっちゃったよ。あ、無理だ。シュ。あ、でもちょっと待って。この檻でなんか。風が変わる？風？よっしゃ、じゃあ勝負や行こう。あ、来た。メカの目が。どうだ？え、なる。やだ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 。対戦。はい、なのじゃ。対戦ありがとうございました。1か6位の。あれこれ平均順位もしかして僕が一番悪い説ある。伊武川さんやばいっすね。まっついな。6656とかじゃない。伊武川さん4.75位らしいです。4.75。僕の下だった人が今1取っちゃったんでね。取っちゃいましたね。これ平着見れんの？4.5位俺。ギリ。え、1取ったのに。1取ったのに。え、これ1入ってこれ？だって6651だって。元が悪すぎる。あぶねえ。絶妙だな。まあ一回いっとけ。こっち。裏の一番か。大丈夫かよ。あ、でもプラスゼロ。エースも。すげえ。ナッシュフラッシュ。これこれこれ。ユドロ。よっしゃ、ナイス。ただナイスコールだね。全部僕らのラストだ。よ。あれ、これトータル順位に大きく影響。これはどうなる？ね、そう。誰が順位上なのかもわかんねえもん俺。もうあんまりわかんない。草間のクイズ。ああ、うええ。
いつは割に合わねえ。皆さんでどうぞ。よし勝負だ。おお、大勝負だろう、これ。おお、強い。強い。おい、天が当たってるよ。天が当たってるよ。今日ずっとこれ。ずっとこれで負けてる。ずっとこれでしょ、今のさすがに。ナイスハンド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 。負けんの、かわいそうだな。かわいそう。マジでおもろやすぎるな。ナイスハンド。マジで強いのに。ちょっと男に出しすぎたんじゃない？あれ？お？お？おるい。これね、かなり絶妙だわ。絶妙なんだけど、俺の男気コンピューターは松本さんブラフっすね、それ。おおいおい、ブラフじゃない。キングキングキング、ブラフじゃない。ゴリゴリあ、キングだ。やってるわ。これはやってる。これはないわ。これはないわ。やってます。これが、これは、これがね、新規 MVP の実力者。すごいわ。リバーブまくられすぎなんだけど。やったね。すごいわ。そう、背景でまくられすぎる。それしかねえだろ、これ。背景でね。背景まくられ多すぎるよ。さあ、じゃあ、さあ、これ、うんぶてんぶ。うわぁ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 。あっかー、エースなのに。いや、同じような気持ち、めちゃくちゃわかるわ。気持ちわかるわ、できたこれ、被害者の回。被害者の回ラッキー。連勝、これ連ラスからの連勝。連ラスからの連勝だ。連ラスからの連勝だ。66511 66511だ。66511。皆さん、渋川ナボさんがあんまりちょっとゲームに参加してない。え？いた？解説で来たんですけど。いや、解説の渋川さん。平均順位1位、松本一博に。俺なの？うん。俺だ。俺だ。あ、平均だからね。俺なんだ。素晴らしい。なのじゃん。で2位、千葉黒の 3.0 位。あー、そうやったー。で3位が同率、稲葉跳ねる天界つかさで 3.4。 おー、仲良し。いや、2人とも配信効率考えてたから、ね、配信効率ね。配信効率がね、確かに確かに考えてその着順なのね。あんま参加してない人とかにいると不安になっちゃうから。うん、うん、で、5位が歌いメーカー 3.8 位、66511。おー、待って、え、6人でやってんのに5位の人でも 3.8 なんですか？さあ、5位の人 3.8 っすね。どういうこと？雑魚いるな、一人。雑魚いるな。おかしい、おかしくない？おかしい。計算が合わない。6人でやってんのに。どういうことだ？え、4人突入しね。間違ってんじゃないですか、それ。あ、ミスの、集計ミスの可能性ある。あ、何が起きてるんだ？おかしいっすよね。6位、渋川ナンバー 4.8 位。あんまさ、平均着順で聞いたことねえ。54465。54465。あ、でもナンバーマン、やっとドベさん。バッカの時そんぐらいだったもん。いやいや、僕、ばっちり。バッカじゃないです、渋川さん。そうだ、ごめん、ごめん、ごめん。あの、まあまあできる。経験値満々でやってきたんですけど。はい。いや、もう、あれもう呼ばれることはないですね、たぶん。ねるちゃん、ちょっとキャスティングミスした可能性あったわ。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画が面白いと思ったら、チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。コメントも